オプションボディとスピードアーマーが手に入った。猛暑の中店舗巡りをした甲斐があったというものです。私たちは結局リシェッタは入手できなかったわけだから、今後しばらくはこの2つを元にサークミニッツシスターズを見ていくよ。というわけで今回はオプションボディパーツのタイプ G01 とオプションパーツセット1スピードアーマーを一緒に見ていくよ。この2キットは素体であるリシェッタと共に発売された3種のオプションパーツのうちの2つで、オプションボディは文字通りシスターのボディパーツをほぼ丸ごと。そしてスピードアーマーはサークミニッツミッションにもあったオプションアーマーみたいな感じで、リシェッタをさらに強化する追加アーマー具を手に入れることができるようになってるね。それでは早速詳細を見ていきましょう。まずはこちら、オプションボディです。ふむ、ライトグレーベースに青っぽいラインが入っているのが特徴のボディスーツって感じだね。素体の方ではなかった肌色部分があるから、必要に応じてリシェッタとパーツを交換し合ってみるのも面白そうだね。背中には3ミリ穴が2つ、謎の長方形ジョイントが1つという、そこそこカスタム性に優れたジョイント配分になっています。パーツの材質は PS となっていましたが、実際は KPS の方が使用されているようで、とても切り出しやすく、また組み立てやすくなっていますね。パーツ自体の強度がちょっと不安ではあるけど、気軽に塗装ができる素材かつ圧倒的な価格の安さでこのクオリティが手に入るから驚きだよ。その他の付属品はこんな感じだね。こちらは腕や太ももに装着し、軸の長さを調節するためのリングとなっています。この画像に映っているのはサイドに3ミリ軸が備え付けられているもので、リシェッタ用のパーツに加え、サーティミニッツミッションなど別シリーズのパーツなども装備してカスタムできるようになっていますね。ちなみにリシェッタがいない場合、この腕用リングと靴底パーツは使い道がほとんどないから注意してね。お次はこちらのジョイントパーツ。表には3ミリ穴が3つ、裏には3ミリ穴2つと軸が1つ、そして C ジョイント受けを備えているという小さいながらも多機能な便利パーツとなっています。お、これはサークミニッツミッションのカスタムにも欲しいレベルの良さだな。基本的には背中の3ミリ穴のうちどちらかに装着して使うことが想定されているようですが、それにとらわれずいろいろな場所に装着してみると思わぬ使い道が開けるかもしれませんね。最後にこちら、首の変換ジョイントです。これは太くなっている方にサークミニッツミッションのジョイントを刺すことで、サークミニッツミッションのボディにサークミニッツシスターズのヘッドを装着できるようにするものだね。残念ながら使っている様子をお見せすることができませんので、リシェッタが手に入り次第まとめて見ていくことにしましょう。というわけでオプションボディパーツのレビューは以上となります。引き続きオプションパーツセット1スピードアーマーも見ていこう。というわけでスピードアーマーを見ていこう。まずはこのメインパーツ群からだね。サーティミニッツシスターズは猫っぽいリシェッタやクマっぽい感じのルルチェあたりに現れていますが、何かしらの動物をモチーフにした衣装が組み込まれている模様。スピードアーマーはトラをモチーフにしているらしいね。こちらのメインパーツ群はトラをイメージしたイエロー成形で、大型クローや靴の鋭い爪のようにトラの要素を含む部位が多いのが特徴です。それじゃあパーツを詳しく見ていこうか。まずはこの強化猫耳パーツ。残念だけどこれはリシェッタ専用のパーツになってるから、私たちでは使いようがないのが現状かな。大型クローだよ。これはリシェッタに付属するクローの上から被せて、クローを強化するためのパーツだね。裏側にはしっかり3ミリジョイントが用意されているので、パーツの組み合わせ次第では手持ち武器のようにして使うなどの、もっといい使い道があるのかもしれませんね。走行その1。少し盛り上がったような形状で装備させた部位をボリュームアップすることもできるね。こちらも裏側にしっかりジョイントが用意され、カスタマイズ性も良好ですね。走行その2、ジョイント自体は少ないけど、唯一 C ジョイント受けを備えているのが特徴だね。また、アイアンマンのような感じの見た目になっていますが、裏のジョイントの3ミリ軸によってポルタノバのヘッドに装着、フェイスマスクのようにして使うこともできますね。走行その3、これは縦長のデザインになっているみたいだね。こちらはトラというよりもドラゴンであるかのように見えてくるような気もします。ジョイントもしっかり用意してあるので、カスタマイズにも十分使用可能です。これは何だろう、ナイフみたいなパーツだね。これはリシェッタの尻尾先端に装着するパーツですね。これをつけて尻尾を振り回せば、それこそ鞭のような攻撃ができる、
ということなんでしょうね。合図が言ってたようにナイフに改造して使うのもありだと思いますよ。靴パーツだよ。全身イエロー成形の靴先端に鋭い爪を装着したかのような見た目で、多分このセットの中で一番獣っぽい部分になってるんじゃないかなと思うよ。足首との接続に使う3ミリ穴のタアシの裏に2つの3ミリ穴が用意されていまして、カスタマイズ性も十分備わっていると見ることができそうです。サブパーツはこんな感じ。肌色の太ももパーツに加え、なんと膝パーツまでついてくるという超親切仕様となっています。おお、これは嬉しいね。リシェッタを入手できた人はもちろん、私たちのようにオプションボディだけ手に入ったっていう人でも、これがあればサーキミニッツミッションあたりとのミキシングで足を作ることができるわけじゃん。ただし太ももには合わせ目がはっきりと出てくるので、気になる方は接着剤などを使って合わせ目消しに挑戦してみてくださいね。最後に少しだけ使用例をご紹介していきますよ。まずはこちら、足のジョイントになります。太ももに関しては元からあったものと交換するだけだから簡単だね。そして下に伸びる軸にスピードアーマー付属のジョイントを接続するよ。この時、太もものリングは外しておくとよりがっちり接続できますし、軸付きのものであればカスタム性の強化ができるなど、様々なパターンの組み替えがあります。ぜひいろいろ試してみてくださいね。そうすると下側に C ジョイント受けを設置できるから、そこにサーフミニッツミッションの足を接続していくよ。今回はスピナティアの足を使ったわけだけど、もともと女性型機としてデザインされてたからか、長さや細さがシスターによく似合ってるね。同じ陣営の機体であるスピナティオの足を使って組んでみるのも良さそうですね。またスピナティアの足にはサイドに3ミリ穴などがあり、カスタム性も十分ありますので、一部のスピードアーマーは無改造での装着が可能ですね。おお、盛り方にもよるけど細身の足にボリュームを持たせたいって時には使えそうだね。以上、オプションボディパーツ G01 及びオプションパーツセット1スピードアーマーのレビューでした。今回見たもので言えば、オプションボディはそれさえあれば組み替えでシスターを組める最低限のパーツが揃ってるし、スピードアーマーはリシェッタ専用ではあるけど十分他のシスター、他シリーズのプラモに使い回すことも可能で、これまたカスタマイズの可能性を感じるセット内容だったね。品薄やらなんやらで現状入手の機会はほぼありませんが、店頭やウェブ問わず正規価格で買えるところがあれば即確保レベル。チャンスがあればぜひ手に取ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは皆さん、良いプラモライフを。